誰が一番好きな笑顔か選手権結果発表。もうちょっとやる気のある顔した方が。小野塚小町、あなたからそのような言葉が出てくるとは思わなかったわよ。それは本来の役目を果たさない上司のせいですね。ってなんか落ち込んでる。まあそれはさておき、圧倒的な強さで本命輪の優勝。やったー。ということで本命輪は敬意免除だわよ。ご投票いただいた皆さんありがとうございます。そんなバカな、人気投票さんに報われて地球時期のこの私が。世の中そううまくはいかないのよ。世界はなんか私に恨みでもあるのでしょうか。ちゃんと閻魔しないからだわよ。火力が足らなかったか。もう2、3個鳥タンクを用意するべきだった。競って耐えづらそこじゃないわよ。それにしてもこの結果はなかなかひどいと思うわよ。合計で約900票も投票していただけたのにうち6割以上が本命輪だったわよ。3人合わせても本命輪に負けてるってなんなの。きっとやる気がなかったんだわよ。どうやら3人揃って敬意を重くした方が良さそうかしらん。それは私に票を入れてくれた方々に失礼ってもんですよ。私たちな。それはそれ、これはこれだわよ。ぐふ。ちなみにコメントもいただいているので何件か抜粋して読み上げてみるわよ。そうなのか。バレーのコメントは以下ようなものであったのだ。待つのよ。順番に読み上げてもらうから。メイリンに1票。昼寝はあかんがメイリンが可愛い。メイリンで決まりでしょ。ぶっちぎりでメイリン。メイリン、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 やかましいわ。投票の割合が割合だからコメントも本メイリンに集まるのは当然だわよ。そんなに私の名前呼ばれると恥ずかしいんですけど。ここでさらにポイントを稼ぎに行く本メイリン。天然恐るべし。下がりやがれ。それより私たちへのコメントは何かなかったの。そうね、他には。本当はあやに入れたかった。フランも出して欲しかった。レミリアが参加してたら間違いなくそっちに行ってた。何どうしたの、せっかくこの私が読み上げてるのに。今出てきた奴らここでは関係ないじゃん。そうですよ、ヘカーティア様。ちゃんと我々のコメントも読み上げるのであるぞ。そんなのあったかしらん。あっただろ、早く読み上げてよ。あ、これがいい。ワクワク。ヘカーティア様にも一票。私たちもって言ってんじゃん。いやもうこれが今回の全てでいいでしょ。そんな無茶苦茶な。以上で結果発表は終わりだわよ。もう終わりですか。すべてのコメントを読み上げられず申し訳ありませんわよ。そして投票にご参加くださりありがとうだわよ。それじゃあ皆さんごきげんよう。頑張って敬に服してくださいね。本命輪、今回は勝ちを譲ってやる。しかし命輪、自分の力で勝ったのではないぞ。視聴者様のおかげだということを忘れるな。あらゆかり、入院したっていうのは本当だったようね。プクプ、笑うなぁ。てか人が黄昏れた雰囲気で映ってるところに現れるんじゃないわよ。ゆかりが？ベッドの上で？バカじゃないの？お前今すぐ病院のベッドで黄昏れてる方々に謝れ。ゆかりがって最初に断ったからセーフ。次からなんか飛んできたら迫力ローに全部飛ばしたるからそのつもりでいらっしゃい。それにしてもあなたともあろうものがなんでこんなことになったの？知らないわよ。ちょっと隙間から飛び出したハンバーガーを食べようとしてただけなのにどこからともなくエネルギー波が飛んできてこの様よ。銀河王法ってやつね。それにしたって度が過ぎるでしょ。家がなくなった上に危うく口にかけたんだからね。突然のこの状況、大変でしたね。家主の役もゆかりさんの行方がわからないそうですが。私らが無事ってことはどこかでのほほんとしてるんじゃないですかね。まったく、私たちの買い物のお留守番もまともにできない主人を持つと苦労しますよ。あまり尊敬はされていないっと。記事にするのは結構ですが、あまりいい加減なことは書かないでくださいね。ちなみに先ほどのコメントは、今のは真実ですし、そもそも我が主人にご執心な人間がいるとも思えません。ご自由にどうぞ。では遠慮なく。ところで先ほどからチェンさんがだんまりですが、お家がなくなったのがよほどショックだったんですね。不憫でしょう。なのでここにありったけのお金を頼みます。私にたかるんですか。まさかこんな痛いけな方法って情報だけ持って帰る気じゃないでしょうね。わかりましたよ。でもありったけは勘弁してくださいよ。どうもありがとうございます。作戦成功。ペックション、はあ、畜生め。絶対にデミンを突き止めて仕返ししてやるんだから、ほどほどにしときなさいよ。話は変わるけど病院食は美味しい。本当あなたは食べ物のことばっかりよね。私から食べ物取ったら何も残らないもん。心配しなくてもなんか残るって。役もゆかりさんの食事のお時間ですよ。いや、ちょっと待って、ここ病院だよね。はい、病院ですけど何か。おい、今字幕おかしかったよな。そんなことないです。さあ早く良くなるようにちゃんと食べるんですよ。何これ、まだ私への嫌がらせは続くわけ。これはチーズブーブーとフィッシュブーブーとハンブーブーです。そんなこと聞いてないわよ。やっぱり嫌がらせなのね。私をいじめて楽しんでるんでしょ。そんなことないです。ゆかりさんがハンブーブー食べ損ねたって聞いたもので気を利かせたつもりだったんですけど。あ、そうなの。ありがとう。いやでもこれは絶対病院食じゃないでしょ。
リアルで入院したことないので知りません。誰もリアルの話はしてないわ。ねえ、私のハンブーグーはないの？患者でもないあなたにハンブーグーはないに決まってますよ。なあ、ハンバーガーでいいだろ。いい加減腹立ってきたわ。私急に持病の栄養失調が。ねえ、聞いてる？じゃあ点滴用意しますね。やだやだ、私もハンブーグーが食べたい。ヨウムはこんなの毎日相手にしてるんだな。大変だ。ああ、作ってくれたらヨウムちゃんのあんなことやこんなことも教えちゃうんだけどな。私も家事には自信がありましてね。よわ。へえ、患者でもない人には出せないんじゃなかったの？たわごと、そんなものヨウムの前では何の意味もなさないです。別に無理しなくてもいいのよ。無理なんてしてません。やらせてください、ゆゆこ様。よく言った。ではたくさん作ってきてちょうだい。イエスマーム。もういいわよ。入ってきなさい。河川、って団子食いながら来るなよ。てかさっきから食べ物ばっかじゃん。なに？せっかく久しぶりの私中心のパートなのに食べ物絡めないと話進まないの？あなたがハンブーグー食べようとしなければよかっただけでしょ。私が悪いの？いや、私の元に来なかったハンブーグーが悪い。あの、一体何を言ってんの？すべての食べ物は私に食べられなければならない。あ、もう食べ物の話はいいわ。それよりちょっとマリサにお茶に誘われて用があるって言って抜け出してきたんだけど。そこで気の利く私はある一つのことを行動に移したわ。何を聞かせたっていうのよ。お団子あなたも食べる。食べ物の話は言って今言ったばかりよね。せっかく気を利かせてお土産買ってきたのに、親切の押し売りもほぼほぼハラスメントとしれ。へっへっへ。つまり私の出番ね。は、はい、そうですね。で、あなたの見立てではどうだったの？その前にこの人に聞かれてもいいのかしら。あ、ゆゆこなら別に構わないわ。うん、わさびやろうはしは。本当に大丈夫なのかしらね。ついでにそこに突っ立ってるあなたもいらっしゃいな。どうやらあなたはあなたでいろいろ調べてるんでしょ。ここは情報交換といきましょう。矢心エイリンさん。ふ、やはりバレてましたか。さすがですね、ヤクモユカリさん。なぜあなたのような人が入院する羽目になったかは置いておいて。やかましいわ。って、何の話するの？やっぱり追い出そうかしらこの亡霊。まあいいわ。議題についてはお察しの通り。霊夢を泣き物にするか否か。あやや、さすがの霊夢さんでもこのメンツに言い寄られては覚悟を決めるしかないですかね。ということなのですが今の心境はいかがですか？ついに恐れていた事態になってしまうというのか。はい、絶望感しかないようですね。は、そうだ、おいマスゴミ。ゴミじゃないです。これ次回予告も兼ねてるんだよな。私が生き残るルートを予告してくれ。主人公がストーリー捏造を依頼するなんて聞いたことありませんよ。ふん、わかってないな。予告通りに作れば捏造にはならないんだよ。少しは考えて発言しなさい。あなたも少しはストーリースケジュールのこと考えてください。今言えるのはあなたの運命は決まっているようなので楽しみにしててください。これくらいですかね。やっぱり私抹殺されるのか。ということで霊夢さんの運命は次回以降を楽しみにとして、誰が一番素敵な笑顔だ選手権で見事系の免除を勝ち取った本命凛さん。改めましてご投票いただいた皆さん、ありがとうございます。K の免除に加えてどこかの場面で活躍の場を設けてもらえることになりました。まさかまた昨夜さんあたりにボコられてヘカティさんの御前に逆戻りなんてことはないでしょうね。大丈夫です。ちゃんと活躍するような道順を無理やりにでも立てる予定なのでその辺はご安心を。そうですか、それなら良かったです。まあオチをつけるためにヘカティさんの御前に逆戻りの線は大いにありますがね。というわけで今回も時間かかってるのに短くて申し訳ありませんがここまでとさせていただきます。ご視聴ありがとうございました。ところでなんであなたたち声同じなの？どっちが喋ってんのかわからん。私も今回初めて知りました。今更設定変えるのも億劫なのでもういいですよ。おかしいな。普通ならこの声は私のものだーっていうとこなんだけどな。どこの普通ですか？誰もがあなた方みたいな戦闘狂だと思わないでください。以前の動画を見たい方は動画説明欄かこの画面から見に行くといいわ。紙芝居以外にも動画上げてるのでよかったらゆっくりしていってね。